こんにちは、ヒーパです。今回は春の野鳥観察を楽しむための基礎知識ということでお話ししていきます。皆さん、春がやってきましたね。この動画を投稿する日はなんか寒い気がしますが、暖かい日も増えてきました。季節が進んで暖かくなっていくと見られる鳥変わってきます。鳥をよく見られる環境も変わってきます。そして鳥たちの行動も変わってくるんですよ。冬に鳥がたくさんいた場所に行ったら、ほとんど鳥がいなかったって声、毎年コメントできます。野鳥観察をする以上、野鳥を見つけて楽しみながら観察したいですよね。というわけで、今回は皆さんが春の野鳥観察を楽しめるよう7つのポイントをまとめてみました。春の野鳥観察が初めてって方、春は経験してるけどよくわからないままやってたって方にとっては有益な情報になると思いますから、この動画を参考にして春の野鳥観察楽しんじゃってください。このチャンネルでは野鳥や野鳥関連の解説動画を投稿しています。野鳥のことよくわかんない、これから野鳥観察始めたいんだって方は、野鳥観察を始めよう、野鳥観察で超重要な10の基礎知識という動画も合わせて見ていただくことで理解が深まると思いますから、よければご覧くださいね。ではまず、見られる鳥の変化についての解説です。野鳥の中には冬鳥、夏鳥、旅鳥と言われる鳥たち、いわゆる渡り鳥がいて、それに加え渡り鳥ほどではないですが、季節によって小規模な移動を行う氷鳥という鳥がいます。この季節移動を行う鳥たちが春に移動を行うんですよね。順番に見ていきましょう。最初に冬鳥ですが、こちらはどんどん見られる数が減っていきます。冬鳥、冬を越すために渡ってくる鳥のことですね。主に春頃に去っていきます。具体例を挙げていくと、まずカモはほとんどが冬鳥です。冬の水辺をにぎわわせていたカモたち、暖かくなるにつれて数が減っていきます。今年は暖冬で例年より早くカモの数が減っていってるような感じがしますね。冬の間、カモを見に行けば、いつもカモと一緒にいた黒いあの鳥、オオバンも冬鳥としてトライしている個体が多く、同じく水鳥だとカンムリカイツブリやハジロカイツブリなども基本的には冬鳥です。で、この鳥たちがどんどん去っていく。そして池や沼や湖など、カモたちが浮いていた水辺にやってくる夏鳥はほとんどいない。つまり暖かい時期になればなるほど、池や湖などでは鳥が見られにくくなっていきますね。カモたち、水に浮いている鳥たちをもっと見たいって方は、できるだけ早めに、その鳥たちが去ってしまう前に水辺に足を運んでいただけたらと思います。もちろん冬鳥は水辺の鳥だけではありません。住宅街などでも見られる常備滝、農耕地や河川敷などでだるまさんが転んだをしているつぐみ、針葉樹林で松ぼっくりの種子を食べているイスカなど、他にも数多くの冬鳥がいます。鳥が渡る具体的なタイミングは鳥の種類によって違っていて、遅ければ5月上旬あたりまでいる冬鳥もいるんですが、その頃は夏鳥、旅鳥探しに移行している方が多いと思いますから、早めで行きましょう。イスカはこの冬通常より多く渡ってきています。普段はなかなか見られない鳥です。野生生物なので絶対会えると約束はできないですが、イスカまだ見てない、見たいって方おられれば探しに行ってみてはいかがでしょうか。繰り返しますが、春、冬鳥は去っていきます。でも去っていく鳥ばかりではありません。日本へ渡ってくる鳥もいます。夏鳥と旅鳥が当てはまりますが、とりあえず夏鳥からいきますね。夏鳥は繁殖を行うために渡ってきて夏を過ごす鳥のことを言います。
主に春頃に渡ってきますね。代表的な種類だと住宅街や市街地でも見られるツバメがいます。野鳥のことあまり知らないって方でもご存知ですよね。人気の鳥で言えば森や林で見ることのできるキビタキとか、薄暗い針葉樹林を好む傾向のあるサンコウチョウなど、僕が特に好きな鳥で言えばササゴイも夏鳥にあたります。もちろん他にもいろいろ種類はいて、それらの鳥が春に見られるようになってくるわけですね。冬鳥が去っていくタイミングと同様、夏鳥が渡ってくるタイミングも鳥の種類によって異なります。例えばツバメはこの動画を投稿している3月上旬、もう見られる場所が出てきているはずです。僕は関西にいますが、2月22日にはツバメを確認しました。一方でサンコウチョウが渡ってくるのは5月に入ってから、だいたい中旬頃ですね。こんな感じで種類によって結構の差がありますが、 SNS などで夏鳥見つけましたって投稿が増えてくるのは4月中旬下旬頃からという印象。僕もそれ以前の時期に見かける夏鳥はツバメ、コチドリくらいで、本格的に出会い始めるのは4月下旬頃となっていますね。冬鳥のところで池や湖に来る夏鳥は少ないという話をしました。じゃあどこに来る鳥が多いのかというと、森や林です。その影響もあり、僕の周りでは春夏は森の鳥を、秋冬は水辺の鳥を探したいって方もおられますね。春は森で見られる鳥の種類が徐々に増えていくので覚えておいてください。ただしもちろん夏鳥は森に来る鳥だけじゃないです。草地にやってくる夏鳥もいます。少ないと言いましたが、池や湖にやってくる夏鳥もいます。見たい夏鳥がいる場合は、どの環境に生息しているのか、それを把握した上で野鳥観察に出かけてくださいね。次に旅鳥についてですが、この旅鳥というのは鳥たちの渡りの時期である春と秋、渡りの途中に通過していく鳥のことを指しています。通過していくといっても、陸に降りずノンストップで日本を通過していくこともあれば、休息のために陸に降り一時的にその場に滞在することもあるので、滞在期間中には観察のチャンスがありますね。代表的な旅鳥で言えば、やはりシギ類、チドリ類でしょう。まとめてシギチとも言われるこの鳥たちは、旅鳥にあたる種類が多いです。主に立ち寄る場所は干潟や砂浜、農耕地、草地などとなっていて、期間中、特にシギチ観察スポットとして有名な干潟に行けば、バードウォッチャーやカメラマンの方が結構おられますね。日本海側は干潟がほとんど形成されないので、砂浜や石湖などが主な市街観察スポットとなっています。市街は一箇所にかなりの種類が集まっていることもあり、特に初めて干潟に行く際は初見の鳥と多数出会えることもありますね。ただ市街は類似種が多く、識別が難しめです。最初は識別は置いといて、鳥たちが歩き回ってる、走り回ってる様子を見に行く、なんか可愛い鳥めっちゃおるみたいな感じで行くのもいいんじゃないかと思います。識別が全てじゃないですからね。鳥たちを見て楽しみましょう。でもやっぱり識別もしてみたいって方、朗報です。春の市街たちは主に夏羽の状態で渡ってくるんですが、この夏羽の状態での識別は比較的難易度が低くなっています。その種類の特徴が結構出てることも多いですからね。本当に難しいのは秋の渡りのタイミングなので、それも考慮してこの春に一度市街見に行ってみるのもいいかもしれませんよ。市街の渡りも種類によってタイミングが変わってきますが、だいたい4月から5月にかけて見ることができますね。
春はシギ類、チドリ類など旅鳥が通過していく時期となっています。もう一つ、氷潮についても説明しておきますね。氷潮っていうのは、最初の方でも説明した通り、渡り鳥ほどではないものの、季節によって小規模な移動を行う鳥のことを言います。移動には大きく分けて2つのタイプがあって、1つは春に標高の高いところへ移動し、秋に標高の低いところに移動するタイプ、もう1つは春に北の地域に移動し、秋に南の地域に移動するタイプですね。一部例外としてこれらに当てはまらない移動を行う鳥もいますが、主なタイプはこの2つ。ということで、春は標高の高いところへ移動する氷潮や、北の地域に移動する氷潮がいますね。特に標高差のあるところを行き来するタイプの氷潮は、冬の間、低地の公園など比較的気軽に出かけられる人が多い場所で見られる種類が多くなっています。ルリビタキやミソサザイなんかがそうですね。このタイプの氷潮も日が経つにつれて低地からは数を減らしていくので、低地で見たいって方は早めに見に行きましょう。一方で、標高の高い場所にお住まいの方、標高の高い場所が近くにあるって方は、そこで見やすくなってくる鳥もいますね。じゃあ長くなってるんで、ここまでの部分一度簡単にまとめますが、春は鳥たちが渡りを行う時期になっていて、鳥たちが移動を行います。冬鳥は見られる数が減っていき、夏鳥は見られる数が増えていく。また旅鳥も姿を見せるようになります。氷潮は地域や環境によって見られる種類が変わっていきますが、特に低地の公園なんかでは見られる数が減っていきます。冬鳥を見たい方、低地で氷潮を見たいって方は、できるだけ早めに探しに行きましょう。そして4月に入ると、夏鳥や旅鳥がどんどん見られるようになってくるので、時期が来たら探しに行ってみましょう、というお話でした。さて、見られる鳥の変化についてもう少し解説を続けますね。春は渡りのために鳥たちが移動していくわけですが、渡りの途中で各地を通過していく際、一時的にその鳥が通常見られない環境に姿を現すことがあります。例えばナミジロ、この鳥は主に北海道から本州にかけて夏鳥としてやってくる鳥で、だいたい標高1000メートルから2000メートルあたりの暗い森林に生息しているんですが、渡りの時期は市街地の公園に姿を現すことがあるんですよ。他にもオオルリ、コルリ、コマドリ、サンコウチョウなど、いろいろと姿を現します。また公園以外で言うと、僕は住宅街の街路樹にサンショウクイが来ているのも何度か見ていますが、渡りの時期に通常見られない鳥が特に現れる場所としては、やはり市街地の公園が挙げられますね。そんな頻繁に出会えるわけではないですし、なんなら僕も市街地の公園で出会ったことのない種類結構いますが、マミジロやコルリなど標高高めのところに生息している鳥に出会えるチャンスでもあるのは間違いないんで、チャレンジしてみるのも面白いと思います。続いては、さえずりを聞きましょう、というお話です。春から夏にかけては多くの鳥にとって繁殖期となっています。その繁殖期の間によく聞くことができる鳴き声があるんですよね。そう、それがさえずりです。さえずりの意味を図鑑やネット検索で調べると、それぞれ少しずつ違うことが書かれているんですが、主に繁殖期、求愛や縄張り宣言のために用いられる鳴き声のことだと思ってください。で、このさえずり、綺麗な声だったり変わった声だったり特徴的な声だったりと聞いて楽しむことができます。ウグイスのホーホケキョとか、サンコウチョウの月日星ホイ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 みたいなやつですね、さえずり。ちょっとこの2種のさえずり聞いてみましょう。まずはウグイスから。
次は三光町。これがさえずりです。この動画は2月下旬に作っているんですが、僕はすでにウグイス、ヒバリ、シジュウカラのさえずりは聞きました。やっぱさえずり聞くと春が来たって感じがしますね。ということで、鳥たちのさえずりを聞いて楽しむのもいいですよというのが一つ。そしてもう一つ、さえずりに限りませんが、鳥の鳴き声を聞くというのは鳥を見つける際にめちゃくちゃ重要になります。もうね、鳴き声を聞くだけで鳥がどのあたりにいるかわかるわけですから、目だけで探すよりも断然見つけやすいです。野鳥観察を始めたばかりの方や野鳥に興味を持ったばかりの方と一緒に野鳥を探しに行った時、どうしてそんなに見つけられるんですかって言われることがあります。これは僕が鳥の鳴き声を聞いているからですね。鳥の種類にもよりますが、春夏とか特に僕は目より耳で鳥を探していることの方が多いですね。そして鳥たちがさえずりを行う時期は、さえずりを行わない時期よりも格段に鳥を見つけやすくなってますから、特に野鳥観察始めたばかりの方、これから始めようって方は耳で鳥を探すということも意識していただければ見つけやすくなると思いますよ。鳥の中には姿はかなり似てるけど鳴き声が違うって感じで、鳴き声が識別に大いに役立つってこともあります。また鳴き声しか聞こえず最終的に鳥の姿を見られなくても、あの鳥がこのフィールドにいるって分かる場合もありますから、鳴き声を聞いて徐々に覚えていけるとさらにいいですね。では次に鳥たちの行動の変化についてお話ししていきます。ざっくり説明すると、これまでは冬を越すための行動が見られたんですが、徐々に繁殖のための行動が見られるようになっていきます。わかりやすいのでカラ類の混群を例としてあげますね。シジュウカラやヤマガラ、コガラ、ヒガラなどのカラ類やコゲラ、エナガ、メジロなどの鳥たちは冬の間一緒に集まって別種の鳥たちで群れを形成します。これを混群というんですが、春が近づくにつれて混群から抜けて繁殖の準備をする鳥が現れます。そして多くの鳥たちにとって繁殖の時期に入るとこの混群は見られなくなりますね。なのでカラ類などで形成されている混群がやってきて、たくさんの鳥を見ることができるだろうと冬と同じ感覚で森で待機していても混群はやってきません。もちろん森で待っていればどこかのタイミングで鳥には出会えると思いますが、一度にたくさんの鳥に出会うというのは冬と比較すると減ると思います。じゃあ繁殖のための行動が見られるようになるって言ったらけど、具体的にはってところですよね。これはいろいろとあるんですが、例えば先ほど解説しましたさえずりを行うというのは繁殖のための行動の一つですね。他には求愛ダンスを行う鳥もいますし、縄張り争いの様子が見られたりとか、巣材を集めているところに出くわしたりとか、ヒナのための食べ物を見つけて持っていく姿を見かけることもあるかもしれませんね。そういうこの時期ならではの野鳥の行動、野鳥の暮らしを見るというのも楽しみ方の一つになると思いますよ。ただし繁殖期の野鳥を観察撮影する上で注意しないといけない重要なポイントもあります。これについては後ほど解説しますのでお待ちください。次は植物に関連して知っておくといいことをお伝えしますね。まあこれはプチ情報って感じで覚えておくといいかなと思います。植物、これは草であっても樹木であっても同じなんですが、その季節だからこそ咲く花がありますよね。春で言えば梅とか桜とかがそうなんですが、
これらの花にやってくる鳥たちを観察したり、カメラを持ってるって方は花と鳥を一緒に撮るのもいいと思います。毎年この時期になると梅と目白を一緒に撮って梅次郎のハッシュタグをつけて SNS に投稿されている方とかおられますよね。ああいう感じです。もちろん SNS に投稿するしないは自由ですけど、その花に来る鳥を見る、撮る、これも季節の楽しみ方ですね。もう一つ植物に関連してお伝えしたいことがあります。それは春、そして夏に向かっていくにつれて草が伸び、草木が葉を茂らせていくということ。これ野鳥観察に影響があります。というのも視界が悪くなるので見つけたり観察したりが難しくなるんですよ。夏の野鳥観察が難しいと言われる理由の一つです。なので特に夏鳥は夏になる前、春のうち、それもできるだけ早め、草木が生い茂る前に探しに行くことができれば比較的野鳥を見つけやすいと思います。そうは言ってもですね、お伝えしたように夏鳥もやってくるタイミングがバラバラで、特に三高鳥のように渡ってくる時期が遅めの鳥もいるので、草木の影響を避けられない部分もありますね。でも見つけにくくなるだけで絶対に見つからないわけではありません。僕も野鳥観察のチャンネルで夏の草木が広がった森とか言ってますけど、鳥映してますからね。草木のあるフィールドに行く場合は早めの方がやりやすいんだな程度に思っておいていただければと思います。まあ春は大丈夫ですよ。問題は夏です。この春の野鳥観察の解説動画が好評だったら、夏の野鳥観察についても動画出すかもしれないんで、いいなと思った方、高評価、コメント忘れずお願いしますね。ではここからは春の野鳥観察を楽しいまま終えることができるように、後から失敗したな、やっちゃったなってならないように、楽しむための守りの情報をお伝えしていきます。まずは野鳥の営巣放棄、育巣放棄について知りましょう。主に春から夏にかけては鳥たちの繁殖期だと言いましたが、繁殖期の中でも特に巣作り、抱卵、子育てをしている時期というのは親鳥が非常にストレスに敏感な状態となっています。この状態で親鳥が過度のストレスを受けるとどうなるか。巣作り、やめてどっか行っちゃいます。卵を温めるの、やめてどっか行っちゃいます。子育てでさえもやめてどっか行っちゃいます。これが営巣放棄、育巣放棄と言われるやつです。親鳥は帰ってきませんし、もちろん卵やヒナは死にますね。過度のストレスを受けるというのは自らが危険な状態になるということですから、親鳥は自分の命を守る行動をとります。また過度のストレスとまではいかなくても、ストレスを感じることで卵をうまく温められず、孵化までに時間がかかったり、ヒナに餌をあげるために巣に戻りたいのに戻ることができず、ヒナの成長に悪影響が出たりということが発生する場合がありますね。抱卵や子育てが長引けば、その分親鳥やヒナ、卵が天敵に狙われるリスクも増えます。最終的にヒナが巣だったとしても、子育てが長引いたがゆえに失われた命があったかもしれません。親鳥が無事に子育てを終えることができれば、来年も同じ場所に帰ってきてくれるかもしれない。なんなら増えて帰ってきてくれるかもしれないわけです。できる限りストレスを与えないようにというのが野鳥観察、野鳥撮影の基本ですが、繁殖期、鳥が巣作り、抱卵、子育てをしているときは特にその点に気をつけていただきたいと思います。じゃあどんなことが放棄につながるようなストレスとなるのか、いろいろありますが、よく言われるところだと巣やヒナに近づく、長時間観察撮影をする、大勢で観察撮影をする、鳴き声の音を鳴らすなどが挙げられますね。
どこからが近距離になるのか、どこからが長時間になるのか、このあたりは鳥の種類や個体ごとの違い、周辺環境の違いなどで変わってきます。ですが、そもそもの部分、巣やヒナの観察・撮影は基本的に避けるべきですね。もし野鳥の巣を見つけた場合や子育て中の場面に遭遇した場合は、その場を離れましょう。そして、映像・育数の情報を人に教えない、 SNS に投稿しない、これも大切です。特にヒナや子育てしてる様子とかそうですけど、やっぱ可愛いし尊いじゃないですか。見たい撮りたいって人が集まっちゃうので。ただし、巣やヒナの観察撮影は基本的に避けるべきと言いましたが、基本的になので例外はあります。ツバメは例外のうちの一つ。人のいる場所に巣を作り、ボディーガードとして人を利用するツバメの場合、その巣やヒナの観察撮影はある程度許容されています。もちろん、ツバメが人に対して警戒したりストレスを感じたりしないわけではないですから、巣を覗き込むような観察とか長時間の観察は避けた方がいいと思いますね。鳴き声の音を鳴らすというのも放棄につながることがあります。これは、今さえずってる鳥なんだろう、あの鳥かな、 YouTube で鳴き声検索して聞き比べたいからスピーカーにして流してみよう、あ、一緒だみたいなのが多いかなと個人的には思ってます。例えば、その声が縄張り宣言の意味で使われることもあるさえずりだった場合、鳥の立場になって考えると、自分の縄張り、自分の巣がある場所で縄張り宣言してるやつがいる、やばい、どうしよう、ここで子育ては無理かもしれないとなる可能性がありますね。仮に放棄まで行かなくても、防衛のために飛び回ったりさえずったりさせてしまい、鳥のエネルギーの消費、ストレスにはなります。ネットで鳴き声を検索して聞きたいときは、再生する音量を最小限に抑えましょう。映像放棄、育数放棄、鳥のエネルギー消費、ストレスになるという点では、バードコールの使用も同じですし、口笛であっても鳥は反応することがあるので、やめておいてくださいね。映像・育数関連では毎年問題が発生しています。僕は X、 旧 Twitter ですね、 X をよく見てるんですが、鳥たちの繁殖期になると、そういう問題の投稿が流れてきて、野鳥の界隈が荒れている、そんな状況を毎年見てますね。昨年もいろいろありました。中には野鳥の図鑑出してるような著名人が起こした問題も。ここで僕から皆さんにお伝えしたいのは、まず映像放棄、育数放棄にならないよう気をつけて繁殖期の野鳥観察、野鳥撮影をしてほしいということ。そしてもう一つ、テレビでやってたから大丈夫、著名な人がやってたから大丈夫、みんなやってるから大丈夫じゃなくて、自分で基準を持って自分で良い悪いが判断できるようになってほしいってことです。僕たちは野鳥がいるから観察撮影ができてます。鳥がいなくなるような方法は取らないようにしましょうね。もしかすると良くないやり方しちゃってたって方もおられるかもしれませんが、大事なのはこれからどうするかですよ。繁殖関連でもう一つお伝えしておきたいことがあります。誤認保護についてですね。巣である程度まで育ったヒナは、巣から離れて生きるために必要なことを親鳥から教わる時期に入ります。巣立ちヒナと言われる時期ですね。獲物の捕らえ方や飛び方などを身につけていくわけですが、まだうまく飛ぶことのできない巣立ちヒナは地面に降りていることがあるんですよ。ここでポツンと落ちているヒナがかわいそう、親鳥とはぐれて生きていけないんじゃないかって感じで、持って帰って飼おう、育てて逃がそうって方が
毎年おられるんですが、これやっちゃうとダメですね。これが誤認保護というものです。なぜ誤認なのか、ポツンと落ちてるように見えたかもしれないですが、それは先ほども言った通り一時的に降りている状態です。そして親鳥いなかったですって言われる方が多いんですが、親鳥います。野鳥には基本的に警戒心があるので、地面に降りているヒナが心配であっても人がヒナのそばにいるから出てくることができないんです。ゆえに誤認、親鳥から自然界での生き方を教わってないヒナは育てて逃がしても生きていけないですし、そもそも落ちてるヒナを持って帰るのは違法行為なので、持ち帰らないようにしましょう。 YouTube をはじめ SNS 見てると、落ちてたヒナを保護しましたって投稿が伸びてることありますよね。そういうタイトルにして見てる側に興味を持たせてるだけで、実は大丈夫な内容のものも中にはありますけど、明らかにダメな投稿が伸びているのも現状なんですよ。そうさせないためには投稿者本人もそうですけど、見てる側も鳥について正しく知ることが大切になってきますね。ヒナがポツンと地面に座っていても持って帰らないようにしてください。では7つ目になります。危険な生き物に気をつけましょう。暖かくなってくると冬の間見られなかった生き物がたくさん出てきます。中には危ない生き物もいますよね。ハチとかヘビとかクマとか、また1年を通して見られるイノシシやサルも危ないです。まあハチやヘビは危険じゃない種類もいますし、危険な種類であってもこちらから手出ししなければ基本的に攻撃してきませんが、野鳥観察に出かければそれらの生き物に出会う可能性があることは覚えておいてください。個人的に軽視されてるなと感じる生き物はマダニですかね。草むらや藪などに生息していて吸血をしてくる虫です。感染症を媒介しますが、皮膚に食いついて剥がれなくなった時、剥がし方を間違えると感染症のリスクが上がります。2022年はマダニで十数人が亡くなっていますね。今は僕の話聞いて野鳥観察怖くていけないって思った方もおられるかもしれませんが、大事なのは適度に恐れることです。まずは危険な生き物にはどういうものがいるのか知る、そしてその生き物がどういう環境に生息しているのか知りましょう。で、これ覚えといた方がいいなって対策や対応は覚えましょう。例えば蜂が近づいてきたら振り払わない、慌てて逃げない。僕は首にアシナガバチが止まったことがありますし、足にスズメバチが止まったこともあります。カメラにミツバチかな、蜂が止まって20分くらい離れなかったこともあります。でもまあ針のない個体だった可能性はありますが、針で刺されてもないですし、顎で噛まれてもいません。ヘビは近づかなければ基本的に大丈夫です。まあ気づかず踏んじゃったらダメなので足元には注意した方がいいですけど、肌の露出を抑えることで対策できたり被害を抑えられる虫います。そういった植物もあります。この動画で個別に対策や対応を伝えていると動画時間が半端ないことになっちゃうんで省略しますが、一度調べてみてください。そして過度に恐れることはありません。もし怖くて仕方ないって方は、危険な生き物を調べた上でそういう生き物が少ないフィールドや絶対会いたくないって生き物が生息していないフィールドに行くというのも一つの手だと思いますよ。せっかく野鳥観察するんだから自分が楽しめるフィールドに行きましょう。では今回の動画の内容まとめていきますけども、春は鳥たちが移動を行う時期です。冬鳥は数が減っていき、徐々に夏鳥がやってきます。また旅鳥も見られるようになり、標鳥は主に標高の高いところや北の方へと移動しますというのが
一つ目のお話でした。二つ目はさえずりを聞こうという内容。さえずり自体を楽しむこともできますし、鳥を見つける手がかりにすることもできます。三つ目は徐々に繁殖に向けた行動が見られるようになるという内容でしたね。さえずりもそうです。その時期ならではの野鳥の行動、野鳥の暮らしを見るのも楽しみ方の一つだと思います。梅や桜など花にやってくる鳥を見るのもいいですね。ただし次第に草木が葉を広げ始めるので野鳥観察に影響が出てくるという話もしました。そして営巣放棄や育数放棄、誤認保護に気をつけましょうという話もしましたね。危険な生き物への対策をすることも大切です。後でやっちゃったなってならないように、楽しい野鳥観察で終われるように、これらの点もしっかり押さえておいてください。そして春の野鳥観察、目いっぱい楽しんじゃいましょう。はい、このチャンネルでは野鳥や野鳥関連の解説動画を投稿しています。これから野鳥観察を始めたい、野鳥のことを知っていきたいって方はぜひチャンネル登録していただいて、動画を見逃さないようにベルのマークの通知をオンにしておいてくださいね。それでは動画ご視聴ありがとうございました。